お相手ね。The wheel of fate is turning. Rebel One Action. ボル。甘いよ甘い。感じなかなか。ボル。甘い。ボル。甘いよ。さすがにバルケンハイボル。Rebel 2 Action! ボル甘いのメガちょっと行くなちょっと痩せないこれだだからドローよみんな親近寄らないでドローよソードアイビスゲオリブ油断してボル行けよソリメガ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 さすがにバルケンハイボルしてきなさいボルボルタイミーロベルボル甘いの甘いの混同されなさい何それエチューだナゴ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 スキーボールがいいソードアイビスタブさすがソードアイビスタブバルケンハイン Rebel 3 Action ボルメガちょっといなちょっとちょっとちょっとやじゃないボルボルボルだチョコ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 だお見事でございましたボルケンハイン。The wheel of fate is turning. Rebel One Action. ボル。カウンター。アナドレボル。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 油断大敵トウボルトボル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 カウンチこれいやこのうわっはい後ろへの手をかけよえっ待ったえっ後ろへのかいえっコメントチェンドスマッシュコメントチェンドおりゃおりゃ何とボルボルコメントチェンドボルはいチョコだカメント切り裂くそりゃチョコだワンデー後ろへの手をかけよはい待ったフィニッシュガッリボー2アクションボルさあいやこのそりゃいやこのマッシュ待ったはい後ろへの手をうわコメントチェンドスマッシュユダンタイプカンチュータチョコだチャンチョコだもう一人ヒトチョコだ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 チョコ
ボール、なんて言えば、死ね、カットよ、ボール、パンチ、はい、侮れます、こう、パンチ、ボール、ボール、こう、ボール、パンチ、油断大金、ボール、こっちこだ、行けよ、パンチ、パンチ、私の何かが引っかかってんなれ、今週の一作だ、バンジー、油断大敵、フィニッシュ、リボー3アクション、パンチ、そこだけ、ハッカクラ、切り裂くと、パンチ、ゲータ、ボール、パンチ、そこだ、ボケよ、パンチ、油断大金、そこだ、なんとかガヌ、パンチ、スマッシュ、はい、ゲイ、ここからボケよ、ボール、そこだ、ガト、ボール、ボール、ボール、パンチ、切り裂くと、そこだ、パンチ、パンチ、油断大敵、今週の秘策だ、インパクター、油断大敵ガヌ、行こう、ボール、そこだ、もう一人一人、私の勝ちですな。ボルゲンハイン、ウィン。The wheel of fate is turning. Rebel One, action. ボール、受けよ。ボール、ウィン。受けよ。と。ボール、パンチ、いけませんね、ガヌ、ボール、ボール、そこだ、ボール、ボール、パンチ、ボール、パンチ、そこだ、抜けよ、これがメーター、帰ります、パンチ、これがキャラコント、リボーン、パンチ、ボール、これがメインパンチです、ブリオ、パンチ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 、お願い、侮るとボール、やったー、やったー、フィニッシュ、リボー2アクション、ボール、そうだ、メンバー、パンチ、ボール、リボーチャル、ボール、ブリオ、受けよ、シュートいきます、ボール、シュートいきます、ブリオ、そこだ、キャッ、ファイト、これからです、ガッ、参ります、もう一人、そうだ、甘く見られたものです、パンポ、受けよ、パンチ、パンポ、パンチ、パンチ、受けよ、フィニッシュ、ボール、The wheel of fate is turning. Rebo, one, action. ボール、してきます。ボール、翻弄されなさい。ボール、パンチ、ラップ、ナイフ、お湯で直してきます。指なし、もう一人、人、ナゴ、ナゴ。
The wheel of fate is turning. Rebel, one, action! ついてくれるか、イクイ、パンチ、そんなものがついてくれるか、イクイ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 
死ねや同点でイボール The wheel of fate is turning. Rebo, one, action. ボルフ。参りましょう。油断たりか。ボルフ。The wheel of fate is turning. Rebo, one, action. さすがね、バルケンハイン。さすがに攻撃されなさい。Rebo, two, action. さすがね、バルケンハイン。さすがね、バルケンハイン。そこだ。何するのぞ。ちょっと行かも。恐れ入ります。何？ボル。
た。近寄らない。敵と抜けよ。カレーズ。ボボル。サンドアイビス。ドローよ。ラッフル。ガッチャンチュー。ラッフル。いいよ。ユダ、なかなかの、そう、なかなかの攻撃、甘い、甘いの、おや、妨害されます、失礼、そこやじゃない、隙があるわよ、お見事、ユダ、どうよ、甘いわ、どうよ、妨害され、油断したのかしら。お見事でございました。ボーゲンハイン、ウィン。狼の戦い。The wheel of fate is turning. Rebel One, action.後ろだれ、サウリエ銃弾隊員なんていろ特殊ガスリ頂点でポータラサウリエ銃弾隊員スーパーバン試合がどこだトーステンスドウリポータラドウリエ銃弾隊員ポータラの突き上げトーテム銃弾隊員フェイトこっちから入力隊ポータラサウトーテムオーリーナーシャシャシャたちが油断隊員ポータンチュー敵とはいろいまだまだと危険するにリーグを切らせてまだまだウィボー2アクションなんと言えが生きてうわーチェイクズビューキャーボルフハッフェイクうわー君はこうじリサコーフェイトそこだキャーともう一人してよし、クッとうれ、サウパラ油断隊ってさ、反撃隊よ危険さ、発進ハンドル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 フィニッシュ申し訳ございません。あっリボー3アクション、トール危険さ、トールトールよかった、スーパーバリエーボルトールフォレッシュうわあれうわうわうしよかったうわうけハケミとゴールキャーなぁうけまほうウケよ試合が足りてきたスランタイムうわぁ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 ウケよトールスランチュスリここからでウケたボルスランチュこうするのだ、死ぬ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 死しがみにまさかまさかえっ殺は誰ピストンジャムフェニッシュ拙者は負けお The wheel of fate is turning Rebo 1 Action なんと言えがハンチュそこだ行けよそこだそこだせい参りそこだもう一人人受けよ受けよ参りまめっ油断隊甘い甘い飛行機なんとか遅いうわうわかずと無数戦勝者油断隊的残念ながらハトロラペッパンチュ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 ラ
この手か。
まず避けてみる。そこです。受けろ。まずい、まずい。カワムスタン、スタン、カンツ、カワムスタン、カンツ、うわっ、スタン、The wheel of fate is turning. Rebo, one, action. 血をかける。おお！ショッピー！パンチ！この血で眠りなさい。うん、空をかけよ。うん、おお！覚悟！さあ！覚悟！おお！うん、Weevil 2, action! Stop! 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 Oh, my God! Oh, my God! Look at it! Look at it! Stop! Stop! Punch! Show! Take! Catch! Go! Oh! Haranga! Catch! Go! Oh! Take! Oh! Oh! Oh!空をかけよ。うん、おお、かくぞ。おお、動画となりて、我が敵を滅散。ディストーションフェニックス。終わりだ。現役の頃とは。ツバキや用意。The wheel of fate is turning. Rebo, one, action. Hunter. Come on. Ball. Ball. Go. 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 Go.まだ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 ボール。カウンター。まだまだ。カウンター。やります。ボール。ボール。ボール。甘い。なんて言えよ。カウンター。やります。ボール。ご褒美。ボール。ボール。甘い。なんと。ご褒美。かけろ。油断大か。Weevil 3, action! ボール。カウンター。カウンター。まだまだ入ります。そこだ。なんと言えよ。カウンター。そこだ。シュバルツバイスや。カウンター。いけません。
無駄にさえ本気なのかしら。ボール、パンチ、衝撃解放、いけました、ご褒美の技能、ボール、パンチ、まだまだ、パンチ、いけま、そこだ、パンチ、なんとやろう、そこだ、行けよ、マトローゼン、行けよ、まだまだ、ボール、パンチ、やった、高速交渉、やっ、ご褒美の書き算、すごい、油断さえ、もう、パンチ、ボール、こっち、The wheel of fate is turning. Rebel one.Rebel one, action! Start! Counter! Kakuro! Tatti! Kakuro! Oh! Start! Hima! 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 Sora o kakeyo! Tatti! Kakuro! Kakuro! Counter! Konna koto! Start!パンチ、おお、いてつけ、無駄だ、うれ、
The wheel of fate is turning. Rebo, one, action. その力どこから？いや。Please select your character. The wheel of fate is turning.
Rebo 1 Action トタボール消去そこだボール消去そこだカウンターシュバルツヤバイスヤクトそこだハボールそこだ参りそこだそこだそこだモーントリストそこだ受けよハボ避けられると思うかカルト甘い勝利ヘイボールパンチセイ参りませんそこだセイハセイハこのペースプロフェス受けよそこだセイそこだそこだセイハスラネボールリボー2アクションフッフッボールそこだフッフッボールカウンター受けよカッヒーザそこだ受けよそれは裏を隠す入りそこだ手加減無用だ侮れませんフッボールボールハーボールナハトイエガーフッフッハッハッハッいけませんねボールパンチパンチボールパンチ侮れますそこだボールボールカボールフンそこだなぜやめてやパンチ油断大変ここが甘いハーボール避けられると思うか遅いなぜ言えろなんボールそこだ行けよナハトローゼンそこだセイヤーけよナハトローゼンフェネッシュ天才でレイチェ The Wheel of Fate is Ragnar the Blood Age レイチェ The Wheel of Fate is turningRebo 1 Action ボールトレットハッカーリーカッ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 カボール Rebo 2 Action カウンチいけまそこだそこだ甘いガヌカウンチドスパイクこのエリアレッジイフラがディバイブ来たね油断だいボール落ちよナハトローゼンそこだセイセイそこだセイモントリストセイハーケオフンセイラペセイナハトラペセイコタボール甘いんだよボールアリーナ甘いハーデスパンチボールフンパンチチェラハッケオハッハッうぜえボルフパンチウケてさあそこだラピッドマネージうわシーザーラピッドジェットスパイクパンチボルフ行くかよアリーナボルフパンチあなたれかボルフパンチ行けませんねどうした甘いパンボルフそこだ。そこだ。フッケオ。フェネス。モントリスト。このガブを湧き。The Wheel of Fate is turning. Rebo 1 Action. パッ。パッチ。はい。もうまずい。こんな。ふざ。ふざ。ふざ。デッドスパイザー。ふざ。はい。いけぬ。さすが。そうさすが。はい。チャン。チャン。この手ザー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 
The wheel of fate is turning. Rebo, one, action. Distortion finish. 終わりだ。
現役の頃とはほど。Wheel of Fate is turning. Rebel One, action. まずい。許しません。待てよ。舞い上がれ。Action! Come on! 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 Come on!
まさか。
The wheel of fate is turning. Rebo, one, action. で、録画再開しました。で、ニコ生の放送しようと思ったんですけれども、今325番目ですね。順番待ちが。なので、まあ、の試合なんで、だらだらやっていこうと思います。で、誰かいたらゲストで呼んでくるんで、そしたら、そんな感じで、アドリブします。じゃあ、一旦席離れますね。失礼します。Here comes a new challenger. Please select your character. Makoto Nanaya.The wheel of fate is turning. Rebo, one, action.
ション。ボール。ボール。コメントボール。セカンド。ドン。インパクター。はい。アスロイドキック。はい。アスロイドキック。ラッシュ。アスロイドキック。ラッシュ。どうもどうも。ニコ生の枠はようやく順番待ちから来れましたので放送始めました。いやー、まあちょっとまだ時間が早いんで垂れ流しておきますね。キマさんのね勝ち試合を見てほしい。キマさんは強いんだよってところをねみんなに見てもらいたいところですね。ね、うん。じゃあちょっと一旦席離れますね。参り。そこだそこだ。フィニッシュ。リボン2アクション。ボール。リスナーさんの方はすいません、どうもお疲れ様でした。配信室の浜です。無試合の垂れ流しですね。これからはこの無試合の垂れ流しも一応なんていうのかな、タイムシフトにね残す予定なので、よかったらまた後で見に来てみたりとかしてくださいね。コーヒーうまいわ。この枠がラストかどうかは分かんないです。人がいる限りは配信してもいいよって言ってくれたんで、あのアルファの方が。すごいいい店ですよ、奥歯アルファ。あのこういうことやりたいんですけどって言ったら、あの検討しますって言ってくれて、で、まあ、やらせてくれますからね。いい店ですよ。じゃあまあ誰かとかはカーとかはネシカの名前を見て判断してくれるといいと思います。どうもどうもありがとうございます。太っ腹に腹パンツ。はい、じゃあまあこれも席外したりとかして、まあ、参加者さんとお話ししたりとかしてくるので、そんな感じで枠が
終わったら、確実に次枠は取ると思うので、こんな感じでお願いします。では、一旦セーブさせて。あ、ちょっと待ちなさいね。リスナーさんたちお喜びください。五郎さんが来ていただきました。で、お話を伺わせていただけるとのことなので、マイクを渡しますね。はい、ここで。こんにちは、お久しぶりです。ありがたいですね、なんかこういうコメントいただいて。こんばんは。こんばんは。すいません。ですね。それは僕自身が一番出たかったんで、ちょっと勘弁してください。次回作、誠がラムダやります。うん。なんで、ちょっと悩ませてください。ただ、強キャラだから、まことからもだやるじゃなくて、まあ、やれること多い方がね、楽しいのかなと思って、そういうキャラを選ぼうと思ってます。でね、まあ、あとは、一応、まあ、今回の件があって、直接いろいろお話しさせてもらったんですが、一応、今回は出れない。まあ、来年以降は出れるということで、そういうようなお話を聞きましたので、うん。まあ、ただ、自分の仕事があるんで、ね、また、来年この時期にお仕事が入ってるようだったら、もう参加をしないということは誓いますので、本当に、皆さんすいませんでした。ね、ちょっと軽はずみな、自分のね、まあ悩んでたんですよ、正直。出たくて、これだけに、かけてたんで、当劇は仕事が終わったのが6時ぐらいだったんで、全然見ることができませんでした。まあ、結局ずっと悩んでたね、結果が、こういう皆さんに迷惑をかける。で、運営のスタッフさんに特に迷惑をかけるということになってしまったんで、まあ、深く反省をしております。すいませんでした、本当に。まあ、そうなんですよ。パンフが気になって今日アルファついた瞬間に、パンフを見たんですが、なんか自分が一応カキュンさんと HH さんの中で優勝候補大本命になってたので、すごく申し訳なくてですね。確かに客さんと手帳に当たらないとか、暇が当日抜けてこなければ割と自信はあったんですよね。で、さんがこけたとか、鉄道がこけたってニュースを聞いて、暇も当日抜けれなかったってのを聞いて、どん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 仕事中もですね、やっぱり上の空で、いやーね、あー出たいなって思ってたんですけど、しょうがないね、そんなね。どうしよう、のじ合いどうなんだろうな。って言っても、多分ね、暇とやっても多分僕が温まる姿を見られて終わりだと思うんですけど。コナンさんは、そうだな。1ラウンド目の、相手のバックダッシュは全部読んでたんで、語尾置いちゃったんですけど、JCC、つばきの JCC が、5B じゃ勝てないことを忘れてて死んでって。まあ、2ラウンドは普通に取られたんじゃないですかね。あそこ6位置いてれば1ラウンド取って最終ラウンドと思ってたんですけど。まあ。そう、ガッツバトルをして動画撮ってあるんで。で、それ、今度上がるんで。下級理論と ?7 さんの、ちょっとね。下級理論と勝負してきたんで。ああ動画で上がるらしいんで。かぎゅうさんも今いるけどね。ああで、かぎゅうさんに、二次会のお金出してもらって、おごってもらったんですよ。それで、2500円から名前が3500円変わったんで、みんな、次回作のアンケートがまだ出せるんだったら、
3500にしてくださいみたいな感じで、アシュラのダメージ上げましょう。ゲームストダイヤは、アキラさん家にゲームストあるんですよ。あれ、8-2 とか9-1とかのオンパレードなんで、73は結構平和ですよ。コメントが3500しかない。3500高い。いやー、それ価値観の相違だな。あ、あれ、ストーンの台に座ったらガチミス。ガチでミスったんですよ。あ、下級理論ぶち強いですか。下級理論は、まあ、いっぱいネタがある中で、まあ最初作ってたんですけど、穴があって、似たようなの作ったら、まあ結構いいのができて、でちょっと、稲妻イレブン風の必殺技名にして、下級理論 V2 っていう名前にしただけです。今回目隠しはしないんですけど、右手は塞いでやってましたね。ちょっとやけどでリアルに、ちょっと生焼け状態なのが破けちゃったんですよ、当日に。で、それで、結構、壇上の握手が一番きつかったです。高橋さんの時は、バリア漏れですね。さっきは、まあ、ビギナー手が使いたかったんで、やりました。あのでっかいバンドでそれですね。一週間前に火傷して、ちょっとそれで、なんか親指台ぐらいの水ぶくれがそこにできちゃって、で、当日に破裂しちゃったんで。かきゅうさん、あ、いろんな意味で強かったっすよ。あ、動画見たらわかりますよ、動画見たら。ただ、今日、バングス界全員白面にボコボコにされてて、ちょっとのじらい台が白面に支配されちゃったんで。今ここでマイク触ってるんですけど。あ、ノエル 3C に対してのテイクコマ投げは、まあ、高野さんってダッシュバリアあんま使わないんで、ダッシュしてた時に、こっちがダッシュしに行ったら、まあ、大体ボタンを押して殴り合いになるんですよ。そこで、まあ、ノエルの殴り合いでバングに有効なのって、こっち地上技全部に勝てる 3C か、もしくは、こっちの地上技と、あとはバックジャンプとかに対応できる 2D なんですけど、その両方にテイクコマ投げだけピンポイントで勝てるんですよ。で、小屋さん様子見しないから、まあ、そこでピンポイントに、コマ投げ置いといたら、まあ、いい感じに避けたなって感じで。まあ、やりたいだけに見えて、一応ちゃんと考えてやってましたね。あ、奈々さんは、そう、小術常識ダイヤっていう、独自の出し方であって、そう、世間一般の奈々さんとは違うんで、ただ、世間一般の奈々さんの物差しを俺は持ってないんで、ああ、書いただけで、まあ、一般的に言えば、6.5 とか、そんなんじゃないですかね。さっき PSR100 ぐらいの白面に、青切符バング全員かられたんで、まあ、そんなものだと思いますよ。バングコストは、昔は緑だったんですけど、今年は紫で行きましたね。岩田コマなきゃ全部狙ってますよ。辻川さんとは多分もう組めないでしょうね。あれやったら怒るって言ったんで。まあでもあれ含めて俺なんで、まああれ俺は変える気ないですけどね。結局、勝ちだけ目指すんだったらバンク使う必要ないんで、最強キャラ使ってればいいんで。もう俺の考えだと、最強キャラ使わないのは、もう投撃目指してる以上はナメプレイにしかならないんですよ。だから、別に、どのキャラで何使ったって、まあ、リドンスプレイしないんだったら全部それ、極論言えばナメプレイになっちゃうんで、あんまり俺はそういうのを、なんかリドンスプレイしても面白くないんで、楽しんで戦いたいなってありますね。最強を目指せるって言っても、やっぱ投撃は魔物が潜んでますよ。結局、大先生も運良かったんで、
あそこまで行けたし。おい。ESP が暇に。あ、ESP さん対、暇は結構熱いですね。いろんな意味で。ESP さん、ま、なんか負けると、対戦相手顎割りに行っちゃうんで、ボクシングの経験があるからちょっと危ないんですよね。バング使いは、結構面白い人は多いですね。バグラさんとかネズさんとか、結構、なんか、スタイルが多い分、まあ、いろんな選択肢があるから、好きなことをやれるってのもあります。これからもバングずっと使うかちょっとわかんないですね。最近、ちょっと仕事が変わって、平日休みで土日がもう埋まっちゃってるんで、もしかしたらブレイブルーも投影とか出れないかもしれないんですよ。だから結構今年が最後ぐらいのつもりで臨んだんで、こう、次回戦がどうなるかわかんないですね。まあ、そうは言っても、仕事はどうなるかもわかんないですから、出ないって決まったわけじゃないんで。ただ、まあ、稼働日にゲーセンとかはいけないんで、スタートダッシュは相当遅くなりますね。熱帯でスタートとかそんぐらいだと思います。ESP が？ ESP が？やっぱ、ESP さん、やばいな。暇、顎割られたくないんで、多分これ絶対プレイ入ってますよ。暇負けてね、あーこれ暇ワンチャンあるな。これどうせドミーバーストをして、あー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 ゴーがあーあーゴー割られちゃう、あーゴー割られちゃう、やばいな。あーホステ、あーいい、今動いた、あーあーゴー割れちゃう、やばいやばい、あーゴー割れちゃう、今だけツアーゴーだ。あー割られちゃったか。私もまだまだ守るわけには参りませぬのだな。多分暇、次のラウンドちょっと顎ひび入ってるから、ちょっと動き悪いと思いますよ。2回負けたら3分かさ、発砲はなかった。やばい、そのネタはちょっと CR、ESP、スレでちょっとワンチャー使えますね。まあ、A 弾幕は、まあ、俺が近い作も、ブレイブルーで投げ出るかちょっとわかんないって話っす。いやー、飲食系なんですよ。仕事が10時から24時なんで、まあ、ゲーセンはまあ寄れない。で、熱帯で、まあで、休みが平日のどれかなんで、ちょっときついかなっていうのが。まあ、俺のやってる仕事が、まあいろいろあってなくなったら、まあそしたらまた出れるかもとか、そんなんですよ。まあ働かないと始まんないからね、仕方ないんですよね。仕事やめようぜ。仕事、それ五郎さん、なんで、五郎さんじゃあなんで辞退したんですか、仕事は。土曜日、普通に授業があったんです。そう、仕事やめようぜ。仕事やめようぜかな。かわいいっすよ。生徒かわいいっすよ。じゃあみんな買ってくださいよ、テキスト言って BB 生活しようぜとか言うんだったら。やめようぜ、勘弁してください。もうこれしかったらもう何もしたくないんで。あ、スポンサー募集してるんで。スポンサー。スポンサー、プロゲーマー、プロゲーマー。あー、コナン優勝は、あ、てか本当に動き悪いな。一歩取られてんだけど、やっぱ顎が割れちゃったか。プロさん、仕事と握手のどっちが大変。あの、僕、女と仕事をね、比べることできないっす。
何最後のアルマテの最後バリが戻る。あー、リバーサー読みで、バリアジャンプしようとしたら、ジャンピオン B が漏れて、そしたらそこにリバーサークーナギが飛んできて、バッテンで終わったっていうのがあって。まあ、しょうがないです、しょうがないです。ミスで、俺に負けてった人もいるんで、やっぱ投影はそういうもんなんですよ。100% の力出てるやつはいないしね。いないです。あー、2万5千円はやばいですね。買って、あなた買ってくれますか、じゃあ2万5千円で。そしたら俺仕事辞めますよ。1個だけ。宣伝した、印の動画宣伝したい。はーい。印の、ごめん、話全然変わるけど、印の人動画、人コンボ動画見た？みんな。印の人コンボ動画は、あまりにも、荒ぶってるんで、あいつすごいんですよ。人だけじゃなくて、いや、彼が人使いだから、あの、人のね、ネタコンを考えるってことで、一生懸命、ああいうくだらないことは前日だと思うんですけど、狭間とかも、水地最終段指導とか、そういうのを考えたりして、動画に撮って、ゴロさんって PSP で勝手に何も聞いてないのに見せてくるようなやつなんで。そう、無駄な動きが熱かった。あとは、CS の時やってたんですけど、ヒヨク当てた後に、石化8段で動いた後にヒヨクとかさ、そういうこともやってたんで、完全に煽りプレイ。ああいうのが好きなんですね、シルシさんは。タイトルはジン・キサラギコンボムービーだっけ確か。あ、見てない？まあ、僕が一番好きなのはセッカ31段なんですね。あれは、セッカ31段、あ、セッカ31段は、客さんと印の案です。そうそうそう、ラピキャンダッシュセッカ、ラピキャンダッシュセッカ、6C2D、で、2D 透かして、セッカ。俺は目の前すごいネタバレされます。あ、そう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 、それ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 、セッカ31段はぜひ。操作難しいらしいんですけどね。まあ、ぜひ印さんのね、力作なんで、攻撃前には絶対完成させるっつってこもっててやってたらしいんで、そう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 、ぜひ面白いんで見てください。で、さらに印くん、立ち川の人に気使ってくれて、相手の、対戦相手のカラーを、立川勢のね、カラーにしてくれたってのもあって。そこら辺も。あとね、ブレイブルー検索用で、マサスさんが入ったのがちょっと笑ったんだけど。別にマサスさん出てこないのに。マサスさんがいた。最近ブランド化してるみたいで、それがもう手をつけてないです。勝手に下げられる。すごいな。サンシーヘルズファング、サンシーヘルズファング、サンシー。顎割れてるから調子悪い。顎割れてるから調子悪い。そう、無駄に洗練された無駄のない無駄な動き。これがやばいんすよ、シルシさん。それね、餃子のキングマサシって読むんですよ。お前立ち返せだろ。坂本龍馬の検索になってる。今、後ろで坂本龍馬さんしゃべってるんですけど。そう、餃子のキング、まさしです。あ、まあ、だからぜひね、しるしさんのコンボ動画は、あ、主が乗り付けされるのを起こされたとか。坂本プロはなぁ、プロゲーマーだしなぁ、イタリアキングだからなぁ。あ、坂本さんの裏話もいいのかな。坂本さんもなんかイタリア行った時にグラッツェグラッツェって言って、何があったのって聞いたらお金取られてたらしいっす。あ、プロは違いますね。俺もプロになりたいんですけど、ちょっと誰が来ないですか。グラッツェグラッツェ、そう、坂本動画だったら、グラってグラってってみんな弾幕やった方がいいっすね。2500個目ぐらい書いた方がいいっすよ。グラってやべえなぁ。いやいやいや、まあプロだから彼は。え、暇が危ない。あ、顎が。
顎が。あー、やばいやばい、狼ゲージが。あ、でも狼ゲージが、あ、やっぱ顎が調子悪いな。あー、あー、もったいね。あー。まあ、18ウィン。あ、18ウィン。ちょっとそろそろ暇と対戦してくるんで、温まって戻ってくるかもしれません。顎割られないようにしないとダメっすよ。今行ってきまーす。さあ、五郎さんが今から勝負しに行くんで。負けたら顎割れるそうです。いやバルケンで朝ヒートって無理なんですよ。あ、安定してから D ボタンを押したら無敵で避けられちゃうんで、簡単にそれだけで終わりですね。コンボで繋げないといけないんで。で、さっき質問にあったんですけど、アスタルヒートコンボに入らないかってあったんじゃないですか。一応、あ、そうバングのアスタルヒートです。ジャンプ D カウンターから繋がります。ジャンプ D カウンター、アーサルヒートってカウンター確認か、2D からも行きますね。で、2D は通常ヒットでも、2D ジャンプキャンセル最速キンバー、最速アーサルヒートってやると入るんで、2D をコンボに端っこで絡めれば、そこから行きます。例えば、しゃがんでる相手に、2B で暴れ潰しして、C 区切って繋げて、で、ダッシュ 2D、ジャンプキャンセルキンバー、アーサルヒートってやったら入ります。だから、まあ、そう、ジャンプ D は、まあ、狙ってんだなって感じのお察しですよね。あと、アサルヒートのポイントは、まあ、結構、B 組の爆風をガードさせるときに、アサルヒートが確定するっていうネタとかもあるんで、まあ、そういうのも調べてると面白いかもしれないですね。ちなみに、その爆風に対して爆風すると、爆風を爆風で買って、アサヒートが繋がるっていうネタにもなるんで、なかなか面白いです。アサヒートのやり方は、半回転2回プラス7で大丈夫です。バングーバルケンは、まあ4-6ぐらいかなと思いますね。最初は全く負けなかったんですけど、久保さんにボコボコにされて、で、暇にもボコボコにされて、まあ、二人の共通点が、まあ、バングサブ以上でバング使ってるんですよ、二人とも。で、D 区切とかの弱点みたいな、バングの弱いところをしてて、そこにちゃんと移動して付け込んでくるんで、それがちょっときついかなーっていうのがあって。ガチ勢の知識は、やっぱ、対戦しまくってるのも大事だし、あと、すぐ疑問に思ったら聞くんですよ。ガチ勢って。あれなんでしたのって。あとは、日記とかでもお互い情報交換し合ったりとかして、まあ、それで、結構、情報って増えるんで。バングの話だったら、例えば、俺だったら、まあ、スカイプで、バング使えると、ずっと話したりとか、南さんと3時間とか5時間とか、暇な時スカイプしたりとか、結構。そういう風にやって、知識増やしてますね。セキュリティセッチは、多分最初の半回転2回がちゃんと入ってないです。あ、温まり試合。バンが有利取れそうなキャラ。有利か。バングが有利取れそうなのは、どうなんだろうな。今んとこ、まあ、ノエルは5部とかで、まあ、いけそうなキャラの体感だと、サンパイも5部かなっていうのがあって、ライスはちょっと有利つくから、ラムダも6ぐらいいくから、アラクネはちょっと残念ながら不利かな。一日に、平日は、ま、2時間、
まあ、やれればいい方かなって。今忙しいんで。まあ、1時間の日もあるし、やらない日もある。G はきついですね、すごく。俺にとっては。鉄さんは、ビューリから5分って言ってるんですけど、まあ俺はまだ、そんな人生やり込んでないんで、まあきついです。あ、レイチルかなりきついですね。ただレイチル使いが、バング戦をあまりにも知らないんで、まあ、それで勝ってます。やっぱ3年間バング使ってた、3年間バング使ってた人と、まあ CS とか CT とか、ずっと続けてる人って少ないんで、その経験の差がやっぱ出てますね。一番きついキャラ。まあ一番きついキャラは、あ、ミュウはバング使ってると結構きつく感じます。地上戦勝てなくて、でも下がっても設置されて、攻めなきゃいけないけど、結構きつい部分が多いんで。まあ一番きついキャラはやっぱ白面ですからね。さっき全員ボコボコにされたのに。フリガナで攻めるときのコツは、まあ、攻めないですね。俺は。フリガナの立ち回り、ゴミのように弱いんで。熱帯よりはトレモやる感じではないですね。トレモよりも熱帯の方が多いですね。対戦して、わかんないことをトレモで調べたりする感じなんで。あいつ強いのに落ちたのかってやつは、まあ、暇ですね。今、顎が割られちゃいましたけど。暇と、あと、ふもさん。俺、ふもさん同時作ると思ってたんですけどね。お、投擲覇者がお帰りのようで。白面の実戦、いや、そうでもないですよ。結構ビギナーテイガーで勝てるような相手にバングで普通に全力でやってボコボコにされるっていうのは結構あるんで、ボタン押すだけで対策になっちゃうんですよね、かなり。だから結構しょうがないです。別に相手が悪い以上がそういう問題じゃなくて、ただまあそういう組み合わせがある以上はバング使ってるやつが悪いってだけなんで。島さん顎割られちゃいましたね。あ、顎、さらに分割。レディウス、使う人、どうなんだろうなぁ。レディウスあんま効かないですね。格下、このゲーム格下って決めるのすごい難しいと思うんですよ。キャラ相性とかもあるし、あの攻めが強いんで、まあ安定しないし。白面に有利つくの、誰なんだわ。ライト使いも白面が一番きついって言ってるし、結構あのキャラ普通に強いと思うんですよ。少なくとも、バングとかテイガーよりは白面明らかに強いんじゃないかなと思うんですけど。当て身できない青白面。フィルムさんじゃないな。誰だろう。まあ、バングは当て身してもらった方が美味しいです。あ、バング当て身しない相手は結構カモにできるんで。あ、森さんはネタキャラなんで、まあ温かく見守ってあげましょう。暇はしょうがないですね。もう顎一回割れちゃったらもう割れ続ける運命なんで。格ゲーをブレイブルーから始めて、1年で PSR100 前後ってやめた方がいいんですかっていう質問は、いや別に PSR 気にする必要ないと思うんですけどね。別に、だって俺みたいなプレイヤーとか、の試合で勝ち負けとか全然気にしないでやりたいことやってるだけじゃないですか。楽しめばいいんですよ。楽しいからやってるんで。結局、最強キャラ使った当たり前のように勝てるようになって、それで何が楽しいのかって言われたら、何が楽しいんだろうなーってもなるし、まああれですよ、価値観の相違ってやつですよ。早い話が。これすべて解決するんで。ジンはどのキャラにもいけるとは思うんですけど、
ただ、まあ、白面、ジンは誠とがきつそうなイメージがある。この言葉は無限の可能性を秘めてるんで、すべての事象に使えるんで。あー、暇ー、ちょっと顎やばいですねー。まあ、俺の場合は、やりたいことやって勝つのが楽しいんで。だから、勝つための努力も惜しまないけど、まあ、でも、ネタ要素も欲しい、みたいな感じで。顎やばいっす。顎やばいってどういうこと？いやー、顎やばいんで、暇が2連敗しちゃって顎割れちゃったから、もうやばいんだよねー。そう、暇の連勝を止めるのが、そう。でも大先生が暇の連勝なんて適当な能力使ったら勝てるよっていう、優優勝のありがたいお言葉をいただいたら、後で実践してもらいましょう。いや、もう残念ながら、実践しちゃって暇が多い。そうそうそう。もう一回、もう一回、もう一回、顎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 、アゴさんの暇やばいよって、変わってるじゃないですか。あ、多分、これ以上アゴ割れたら、投影パーストから、暇、カッコパルケンハイじゃなくて、暇カッコアゴになると思うんで、今度からアゴさんって呼んでやってください。そうそうそう。じゃあ、そうそう、1分前なんで、浜さんに1回変わりますね。はい、どうも、配信主の浜です。次枠も取ります。で、次枠はなんと、準優勝者の R1 さんがお話ししてくれます。なので、楽しみにしといてくださいね。じゃあまあ、この枠が配信し終わったら、次枠いきます。じゃあ、次枠の R1 さん、ご紹介します。R1 さん、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。高橋です。どうもどうも。はい。リスナーさん、はい、挨拶してください。アルマさん、チースって。チースはい、じゃあ次の配信で。いや、本名プレイヤーはやめてほしいんですけどね。はい、じゃあ次役はマイクを、先生に渡しますんで。じゃあお疲れ様です。じゃあ次役いきますね。タイムシフトをご覧の皆さんはまたちょっとお待ちくださいね。じゃあちょっと待ってくださいね、先生も。ニコ生。そうですね。あれ、ついに、止められました。勝ち逃げ。確かに確かに。確認する。で、ここを、こうして、おー、今度は725人待ち。最後尾になります。うん。今、そうですね。こうか。もうまだだな。まだコメントも取得できないから、じゃあユースト見てる方々に、向けてのみ。今の、裏話的なものを。投撃の裏話でいいんですか？まあ、投撃の裏話って言ってもそんなにないと思うんですけど、なんか特に質問とかがあれば、受け付けたい感じかなと思うんですけど。受け付けは、今まで始まってからですか？ああ、そうですか。ああ、じゃあ、投撃の話。いや、投撃、正直椿ノエルで、椿優勝とかって言われてるんですけど、あれ椿有利だから、マジノエルが結構きついんだよね。これ本当の話で。だから、
椿が優勝は全然あり得た話なんで、そこだけちょっと理解してる人が全然いないから。あとノエルバングも結構きついのに、なんかノエルが待ってたらバングが勝手に死ぬみたいな辻川の放送とか見て思ってる人はちょっと勘違いなんで、そこら辺もちょっとね、分かってない人が多いからちょっと悲しいなっていうところね、ノエルだからみたいな。はい。あとは、まあ、1回戦目、ちょっと、キアブイさんだったんですけど、あの人、ちょっと普通に上手くて、かなり、危なかったです。正直、2ラウンド目とか負け試合だったんで、ラムダ戦下手くそだからね、龍一。そう、ラムダ戦あんま得意じゃなくて、吉木君も5分くらいだし、ちょっとやっぱりね、ラムダ戦はめんどくさいよね。まだまだっすか。あと421人早っ。あとまあちょっとぶっちゃけると R2 があそこまで上がってくるとは思わなくて、アンデリバクロじゃないかそれ。いや正直ちょっと動きひどすぎたと思うんですよね。いやよくあんなんで上がってきたなみたいな感じなんだけど、ちょっとうん、いや本当にどういう伊佐がちょっとどういう巻き方したのか気になって気になってしょうがなくて、初めて投撃の DVD を買うかもしれませんね、これは。いや、確かに。でも、まあ、本当に正直、先般レベルの負け方したんじゃないかなと思う。うん。正直、負ける要素ないと思ってたんで、イサが。うん。ちなみに今日はある程度対戦したら2ラウンドで1割くらい。